正直なんか八幡平とかね、はいはい、熊逃げたりとかの事件あったじゃないですか、なんか飼育員さん的にはなんか可愛かったですか、はいはい、怖かったですか。あ、私はそんなに小さい頃から熊と触れ合ってたので、アイヌの血を引いてるので結構子熊と遊んだりとかしてたの で、家で飼ってたので、昔は家で飼ってたんですか。そうなんです、国道沿いでお店やってて、そこでうちの家族が飼っていたので、ここの熊も子熊家に連れて飼って帰って遊んだりとかしてたんです。はい、皆さん特等席、特等席は檻の前です。シロフルさんどうも、スーパーチャットありがとうございます。1220円、本当にね、今日はすべてクマに還元させていただきますのでね。おっと、取ってよ、ほいほい。ここね、めちゃくちゃ難易度高いんですわ、餌入れるの。なんか気持ちね、今のパチンコぐらいね、入らない。パチンコぐらい入らないと、ここ。めちゃくちゃね、難易度高い。あ、四国今豪雨なんですか。北海道ね、今日なんか天気めっちゃいいですね。皆さんヒグマやる気あるのか。いや、もうね、みんなのんびりしてますよ。もう、またね、動画の方でもね、言おうと思ってるんですけど、皆さんこのコディアックベアってどんだけ珍しいか知ってます？コディアックベア、コディアックベアめちゃくちゃレアなクマなんですよ、日本だと。例えばさ、皆さん、パンダって知ってるでしょ、パンダ。もちろん知ってますよね、パンダ。パンダって全国で、和歌山のアドベンチャーランド、神戸にある王子動物園、あと上野動物園ですよね。その、3つの動物園で見ることができるんですけど、日本全国に11頭いるんですよ、11頭。めちゃくちゃレアなパンダですら、11頭いるんですよ。ねえ、モフモフパンダさん、こんにちは。パンダ11頭いるけど、このコディアックベアっていうのは、全国に2頭しかいないです。この2頭で終わりなんですよ。昔はね、なんか今もう閉鎖しちゃった八幡平熊牧場だとか、あと、阿蘇のね、カドリードミニオンっていうところにもいたらしいんですけど、あとね、丸山動物園にもいたんですね。丸山動物園にもいたんですけどね、今はもうこの2頭だけですね。で、今後入ってくる予定もなさそうですね。結構レアなクマなんでね。わかります？皆さん。全国ですよ。日本全国にこの2頭しかいないですよ。この2頭しか。クソレアなんですよ。しかもその2頭があと5日ぐらいで、もう1週間経ったらこのクマ見れなくなりますからね。クソレアなんですよ、このクマ。ねえ。橋本さん、2頭、飼育が難しいのかな？いや、そもそもですね、このコディアックベアって世界中でアラスカのコディアック諸島にしかいないんですよ。まあ、一番有名なのはコディアック島っていう島なんですけど、一応ね、コディアック諸島なのでね、コディアック諸島、そのコディアック島の周りには住んでるんですけど、全世界で4000頭いるかいないかぐらいのクマなんですよ。
めちゃくちゃレアな熊なんですね。まあ今増えてるみたいですよね、数はね。マジで入れるの難しいな。そう、これね、めちゃくちゃ少ない熊なんですよ。ではそもそも入れるのが難しいって感じですね。この子たちもね、もう2世なんですよ。親がいて、親が子供を産んだのがこの子たちですね。出会ってね、ねえ、なんかね、寂しいですよね。もうこの2頭、あと1週間で見えなくなりますからね。あと1週間でもう日本全国どこ行ってもコディアックベアは見れなくなりますね。ほい。日本全国どこ行ってももう見れなくなりますね。すいません、遅くまでありがとうございました。ちょっとだけお聞きしていいですか？はい、あのクマちゃんたちってなんかあの病気とかになった時ってどうやってなんか診察とかするんですか？あのなんかどっか登別のクマとか見てる獣医さんがどっかにいるみたいで、はい、何かあった時はその方に相談してたみたいですね。あ、そうなんです。なんか敷居とかを閉じて一頭一頭に分けてみたいな感じ。そうですね、はい、あ、そうなんですか。なんで調子悪くなるとすぐ奥で休ませたりとかしてたので。正直なんか八幡平とかね、はいはい、熊逃げたりとかの事件あったじゃないですか。はい、ね、なんか飼育員さん的にはなんか可愛かったですか、はいはい、怖かったですか。私はそんなに小さい頃から熊と触れ合ってたので、アイヌの血を引いてるので結構子熊と遊んだりとかしてたので、もう飼育員さんがお若い時っていうんですか、小さい子供の頃はまだ熊あったんですか、奥井の。私は家で飼ってたので、昔は家で飼ってたんですか。そうなんです。国道沿いでお店やってて、そこでうちの家族が飼っていたので、ここのクマも子グマ家に連れて帰って帰って遊んだりとかしてたんですよ。そうなんですか。そうなんです。だけど飼育員さんだと多分もう本当に小さいうちから接してる人じゃないと多分触れ合ったりはできないです。ああ、なるほど。結構じゃあもう本当に怖いとかっていう感情もなく家族の一員みたいな感じだったんですか。そうですね、うちはそうでした。あ、そうだったんですね。あ、すごい、なんかまさかのお答えいただいて。この子たちはね、もう、はい、こちらで管理してたので、はい、大きくなってからも全然触れ合えないので、はい、そうあれですけど。あれですか、その飼育員さんのお家で飼ってたクマっていうのは、はい、その小さいの大きくなった時ってどこに行ったんですか。あ、そのままうちで飼育してましたね。でっかいままですか。はい、あ、今もいるんですか。じゃあ、今はもういないです。あ、すごいですね。なのでここのクマ、ここのクマ牧場を始める時も、うちの家族で血のみごからこう餌食べるまで面倒を見て。あ、本当ですか。それから始めたみたいです。あ、じゃあもともとなんか経営されてた方の。ここはね、もともと町でやってたんですよ。はい、なのでその後で西の目産業ってホテル大切っていうところと同じ系列の会社で買ったんですけど。あ、そうなんですか。そのポンモシリっていうのを始めた時は、はい、うちの家族がその飼育の仕方とか全部教えたみたいです。子供の頃から。あ、そうだったんです。なんかじゃあ閉まるのちょっとあれですね。そうですね、寂しいですね。考え深いというか、いや本当になんかいい経験させていただきました。はい、最後にいっぱいあげられてどうもありがとうございました。ありがとうございます。もうね、これで最後ですからね、クマたちね。今クッキーね、クマたちはね、多分合計でどんぐらい食べてんだろうな。もうとりあえず30個は確実に投げてますね。50個ぐらい投げたのかな。クマ牧場のクッキー食べてますよ、僕。喧嘩しないの、喧嘩しないの。あ、お客さんが来た。マスクしないで。すみません、今回はこっち側だよ。
そうだ、私は今日はリッチだからな。いっぱいやるよ。ほら、そんな1個だけ投げるなんてことはしない。いくらでも食べたまえ。祭りじゃ、祭りじゃ、祭りじゃ。いたかね、君たち。こんなに未だかつて君たちにおやつを投げ続けまくった人間は、もうすでに7000円になってるぞ。おらら、食え食え、喧嘩なんかせず食え食え、いくらでも食え、いくらでも食え。時間が迫ってて飼育員さんの目が痛いからいくらでも食え。おら、おら、おら。はい、これで喧嘩はなくなりました。やっぱりね、世の中平和が訪れる時にはそこに金ありですね。お金があるところには喧嘩はないですからね。もう食べたな、早くない？今そこ落ちてるじゃん、そこ、そこの真ん中に落ちてるやつ取って。違う、そこ、こっち、右右右。あ、じゃないよ。めっちゃめっちゃそこら辺に落ちてる。これが多分600円ぐらい手前に落ちてるぞ。よいしょ。もうこの子たち頭がいいのか悪いのか分かんないよね。自分たちの真ん中にあるの探してるもんね。おばあちゃん食べたでしょ、もうおやつ。ちょっと待って、もう肩痛いからちょっと休憩休憩休憩。なあ、こんななんかかわいいかわいい感じでフリフリしよってからに、ね、どんだけえげつない額食べてるんだよっていう。元気でな。君たちの最後の姿を忘れないよ。そもそもなんで僕がこの熊牧場を見つけた1ヶ月後に閉まるんだよな。マジで。なんか僕語り紙みたいじゃん。この前のさ、岡玉のさ、ヒグマ事件をさ、取材しに行った1ヶ月後に本当に熊出るしさ。なんなんの、本当。マキさん、でかい。ねえ、でかいですよね。最後の姿ですよ。皆さんちゃんと見てくださいね。サラダ北の森ガーデン熊牧場。修学旅行だな、あれ。修学旅行生の前で20代が ブランコ漕いでる案件じゃん。見せてやろうじゃないか、小学生たちに大人の本気のブランコを。このチャンネルは北海道を中心に皆さんが知らない自然や歴史、ローカルスポットまで様々な角度から北海道を皆さんと一緒に探っていくことを目的としています。動画を見ることで皆さんがもっともっと北海道を好きになってもらえるよう頑張りますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。